新入社というのは岸田内閣の下でね、海外に日本を売るっていうねうそういう性格が強い今回日本は今年株がまず最高値になりましたバブルの時の最高値というのはですね日本の力で起こったんですねところが今回の株高がな、うんあで起こったのかと言いますとね海外の力なんですね、うん、あの日本の経済が二つに分断しちゃってると思うんですねグローバルな海外とつながっているところは伸びて はい、ところが国内の例えば地方であるとか、うん、中小零細企業、はい、サービス産業そういったところは、うん、一貫して所得が下がってきてるんですね,ですねじゃあこれどうしたらいいのかとこんにちは吉川里奈です、えー、本日のゲストをご紹介いたします元衆議院議員松田政策研究所代表の松田学さんですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますどうも さて、えー、今日ですね、はい、あの、まざ先生に伺うテーマに移りたいと思うんですけれども、はいえー、日本経済は海外の植民地、ニ、えー s 新人イ s で株式投資に見る日本経済の現在地ということなんですけれども、まあニー a がですね、2014年に発表導入されて、まあ、国民と投資との距離がこう、ぎゅっとね、縮まっていくというような流れが日本でも始まりました。うん で、そこから、まあ、10年経ったということで、あの、新ニーサであるとか、まあ、株式の話題を軸にですね、日本社会の投資に対する、まあ、現在地、あるいは問題点、で、または、あの、んでいる危険性というものをですね、少し、松田先生とお話を進めていきたいと思います。ということで、まあ、改めてですね、あの、簡単にニーサと、まあ、新ニーサについて、うん、そのあたりをちょっとご説明を先生にしていただきたいなと思うんですが、はい。 あの小学投資非課税制度っていうものがありまして、ね、これイギリスにインディビジュアル・セービング・アカウント略して ISA っていうんですが、うん、これ日本のインディビジュアル・セービング・アカウントということで N をつけて NISA というものが2014年からスタートしてましてあの普通ですねあの株式とか投資信託といった金融商品これで得られる利益ですね株を売って儲けたという利益はですね源泉 徴収されるん税金なんですね所得税が他の所得と合算すると、はい、より高い税率になっちゃうんですけどもうん、うん、でも優遇されてましてね、はい、でこれはあの他の所得と分離して20%の税率大体20%ですね、はい、というふうになってるんですがこの NISA 口座ではですねこれ非課税にしましょうということで導入されたという経緯がありました、はいまあ、非課税の保有限度額が年間1200万円ということで、はい まあ積み立て投資枠で扱っている投資信託に加えて一定条件を目指し満たした株式や ETF などの幅広い商品にも投資が可能とこれまでですねそ,のそういった NISA が始まるまではあの投資という言葉よりもまあ貯蓄であるとか、まあ、貯金を大事にしてきたのがまあ日本の文化というかだと思うんですけれども、まあ、どうしてですねこの10年で 投資を進めるようになったのかやっぱりあれでしょうね日本があの超高齢社会が進みますとね、うん、あの一時大体あの老後に毎月5.5万円、5万5千円の赤字が出ると、はい、これ30年間続けると2,000万円不足すると年金だけではとても食べていけないとまた一方でじゃあ銀行預金をしているとどうなるかというともう10年ちょっと前から異次元の金融緩和といって、うんうんはい 銀行預金の普通預金の金利が0.001%全然この金利がつかない、うん、となりますと日本人は一生懸命働いて貯蓄は非常に旺盛なんですよね、うん、でもそのせっかくの貯蓄したお金が老後に役立つお金に変わっていかないというのはいくらなんでも、うん、というのが一つ大きなねええー、流れになったと思います貯蓄から投資へとこう言っているのは一見これいいことなんですけれども、うん ただ一方で日本人の国民性から見ると日本にはしっかりした銀行がありまた郵便貯金があると仮に金利がそんなに高くなくてもね安心できた方がいいというのが国民性なんですよねですからねこの10年間やってきても国民の方にあれだけ税制の優遇を与えてもですね国民の貯蓄が投資に流れたっていうことはそんなに起こんなかったんですね結局ですね。これ国民性の問題 そしてまた元本が保証されてませんからね株っていうのは。リスクがあるということで、うん、ここはやっぱりね狩猟民族の。 欧米の人人たちは一発儲けてやろううかという人じゃなくて我々農耕民族地道にこう、ね、農産物を作っていくという根本的な国民性の違いもあるんじゃないかなという感じしますね。ニ i s a、はいうん、が始まってからは10年ということで金融庁の資料によりますとこの10年でニ i s a のために開設された口座数は2,300万口座ということになりますが口座の利用率としても高いところは40代50代が 多いということですが、まあ十代から、まあ子供のね、ニーサもジュニアニーサとかもありますから。まあ全世代置いて、まあ、利用率は。それでも、まあ二十パーセントには届かないというのが現状ですね。では、えー、新ニーサについて、少し松田先生、ご説明いただけますでしょうか。新ニーサというのは、岸田内閣の下でね、岸田内閣というのはですね。これ後で議論したいと思いますが、あの日本の国民の資産をですね、海外にの。 人たちに運用させる、つまり海外に日本を売るっていうね <laughs>、そういう性格が強い。で資産運用を特区を作ってみたりとか、はい、そういう流れの中で、日本人のこの資産をですね。投資という市場に回して、でそこに外資も入ってくれば、当然外資が儲けるということにもなるんですよね。はいうん、でどうもそっちの方に引きずられているなという印象が。あるんですが、でその流れの中で、今までのニーサよりも、もっともっと、国民の。 え、貯蓄を株に向かわせようというふうにしましてですね、新ニーさって作りました。で、従来はこの期間が限定されてたんですが、はい、これは期間の限定をしませんというふうにしましたし、それから積み立て、いわゆる,わゆる非課税の枠の限度額を大幅に引き上げて、なんか積み立て投資枠、成長投資枠といった枠を作ってですね、幅広い商品に投資ができるようにしましたということで、え、はい、新しく作った制度なんですね。じゃあこれなんでそういうふうにしたのかと、岸田さんはですね、もともとあの、 就任するときにはですね、新しい資本主義って言ってたんです。うん、で、株主資本主義っていうのがありましてね、はい、もう会社は株主のものであると、海外のいわゆるグローバリズムな、うん、ね、もう典型的な考え方でして、うん、株主を儲けさせるために会社があるんだと。でもこれは日本人の考え方と違いますね。うん、そうですね。日本はこれまで社長さんが一番トップというような印象で会社で,でその社長さんは何を使命としているかというと、うん、従業員のことを考え。 地域社会のことを考えそして公共のためのことを考えるとでおそらく日本では老舗というのが一番くたくさん残っている国なんですね日本というのは世界の中に。でその老舗というのは大体この社会的にいいことをやっているということで結局は目先の利益よりもいいことをやっているということで評価されるのが企業がね生き残る道なんだと,、はい、ということですね。確か一一万円札の渋沢栄一さんが論語とろばんというのを え言ってましたね。そろばん感情だけじゃない論語つまり倫理というものでそれが日本の、えー、特徴だったわけです。ですから新しい資本主義というのはそっちの方に行くのかなと岸田さんは言うのか行くのかなと思ったら全然違い,い,いました、ね。<然>倫理観がどんどんなくなっていくような。<laughs> そうなんです。でそれさらにですね。<laughs> あの最初はですねこの,この新任者どころか、はい、この金融所得もっとね風を強化するということすら言ってたんですね、うん、でも結局急にガラッと変わって、はい、でどうぞ外資の皆さん日本に来てください、はい、になってしまった、うん、インベスト・インキシダです、ね・岸田その通りなんですね。うん、急にですね資本効率がどうだろう うん、コーポレートガバナンスつまり株主から見て企業が買いやすい企業になりなさいという方向の政策をどんどん推し進めていくようになってしまったんですね、はい、結局何かね日本経済の本来の姿に戻るのかなと思ったら、うん、ますます外国の影響の強い経済に持っていってしまうのかなというところの中でこの「ニ任サというのができたんですね。たただそれな、ねはいね、なりの大義名分が必要なんです、はい、で何を言ったかとというと えー、日本はですね個人のお資産運用の中で、えー、預貯金の占める割合が非常に高い、はいえー、最近の数字では約53%なんですね、はいえっと、ところがアメリカは12%しかないとうん、うん、で,で日本は株式の比率が14%しかない、はい、でアメリカは40%あると、はい、だからやっぱりアメリカ並みにするんだと海外に合わせるんだと。はい ですよね、うん、ですけどもアメリカのようにするんだと。で結局その結果何が起こったかというとアメリカの家計は株なんかに投資している結果金融資産が20年間で3.1倍になったところが日本は1.5倍にすぎないということなので対異、まあ、名分としてはこの貯蓄から投資をやって、はい、そしてそうすると庶民のお金が株に向かうと で企業の価値が向上する株価が上がるわけですね、はい、そして、えー、企業があのいろんな投資をする、うん、それで、えー、国民の富が増えると、うん、そこからまた配当の形で家計が潤うという、うん、いい循環を作りましょうということを言ったわけです、はいでまあ、それもねわからないこともないし、うんえー、その側面はあるんですけれども結果として何が起こったかというと株はさっきも言ったように上がったり下がったりしますから後に出ますけれども、はい あのその後株がねあの暴落したりして、うん、結局若い人なんかね株買ってみたけどニーサやってみたけど、うん、損しちゃったとかそう,、ね、そういう話も出てきちゃうわけで、うんえー、そのあたりのこの株というものに対する考え方、うん、これをまずあのどういうふうに、えー、日本の人たちに徹底していくかということもね、うん、こっちもやっぱり伴っていかなきゃいけないと思いますね、うん、このニーサニーサというのはいいんですけれども、うん、貯蓄から投資へってあんまり言いすぎると、うん、ちょっとね危ないなと思うこと のはですね、今回日本は今年株がまず最高値になりました、はい、でその後あの世上最大の値,値下げ幅になった、うん、暴落した、はい、じゃあ何で最高値になったのかと言いますと、うん、昔あのバブルの時に30数年前に最高値、はい、で今回またそれを抜いて最高値、はい、でバブルの時の最高値というのはですねこれは日本の ねはい、NTT 株とかあるいは日本の銀行の株が主導して上がったと、うんはい、えところが今回の株高が何、うん、で起こったのかと言いますとねこれやっぱりあの海外の力なんですね3つぐらい言えるんですねあのアメリカで今あの AI 人工知能で人工知能がものすごいブームになっていて、はい、でそこに使われる半導体 NVIDIA とか、はい、で日本もそれにつられて株が上がっていく、うん、そして日本も半導体関係が結構いいね、はい、上がり方をしたというのが一つですね。うん で二つ目にあの中国経済がちょうど最近よくなくなっているので。はい、今まで例えば産油国なんかのお金が、中国にいっていた分が。うん、彼らが中国から引いてですね、はい、中国からどんどんね、投資が撤退してますから。そしてこのその代わりに日本に目をつけたと。いうことがあります。で三つ目に円安なんですね。はい、円安というのは、一見良くないと最近見られるんですが、だただあの。企業の収益にとっては、特に輸出企業にとっては。うん 同じドルで言っても円が安くなると円での換算したお金が膨らみますから、はいはい、企業の収益が大きくなんですね、うん、そうするとこの収益が増えたということで株が上がったと、うん、でもこの私が今3つ挙げた人工知能のアメリカの動きそれからあの産油国なんかの投資の先を日本に変えるそれから円安 いずれも海外の要因でで起こってるんですねんで円安って何で起こってるのかというと円が安いから、はい、よりで金利が低いから、はい、より金の高いところに投資するために円で調達してそしてドルなんかで運用するという円キャリートレードっていう,うこれも外国資本がねどんどん仕掛けてるわけですね。はい、でそういういこととを考えますとあの最高値海外の力でと うん、いうのがですね私これが一応一番大きな問題、うん、であんまりこのやってますと今回新任者をやってみましても先般金融庁から話聞いたんですけど半分ぐらい海外,外国株に売ってるという話もありましてね結局あの日本がこの外国によって振り回される度合いを高めているという感じがしますね。目先ののお金はももしししかかたら増えるかもしれませんがが国財産が もどんどん外国に流れていってしまっていて、はい、全く国益に沿わない、ね。そうですね。からあのもう一つその後8月に大暴落しましたね。はい、じゃあんであんなに大暴落したのかと言いますと、うんえー、まずアメリカでですね、えー、最近ちょっとね景気が良くないんじゃないかっていうで雇用統計ってありましたね。うんはい、雇用統計がちょっとあのあまりいい数字じゃなかった。でそれから AI ってやってみたけれども、うん、意外と 企業にとって収益化が難しいねっていう話もあってそれでアメリカで株が下がったんですね、はい、その余波を受けて日本も下がったんですが、はい、もう一つ今回は日本にも原因がありました、はい、金利を上げたんです7月の末に日銀がですね、はい、でこの政策金利を上げたとこれは私は完全に前のめり だと思ってましてねでまだまだ日本は実体経済そんなに良くなってませんから、ね、まだ上げられる局面でないのに上げちゃった、うん、でとにかく金利をを上げて円安ししろといううに負けちゃったんでしょうね、うん、だけどアメリカも景気が良くないから、うん、もう売りげが始まるんです金利が下がるんです、はい、という予想になっていたのでそうでなくても日本の円,円安は円高の方に流れるは,はずだったんですね。と、はい、ということがあの海外の そういう動きと国内の動きが両方ダブルで聞いてきてブラックマンデーを超える大暴落になってしまったと、うん、いうことが起こったんですね。国民的にですね、はい、まあ金利が上がったり下がったりという数値の動きで、うん、どういった影響があるか少しお伝えいただけますか。一番大きいのは住宅ローンがまず上がりますよね。これは国民に直に聞いてきますね。で預金金利が上がるのでこれはプラスになるんですが。うん でもも上上ががっても大した上がり方じゃない今回上がってもです、ね、ほんのちょっとしか上がってないんですね0.001が0.02になったぐらいですかね確か、うん、一方で国の財政の方がね国債残高ありますから、うん、毎年の金利負担がものすごく効いてきますんでねそうなるとこれは危ないといってまた国が財政の引き締めをなんかやったりすると、うん、これも国民経済マイナスですしそれはいっぱいマイナスなところがありますよね。ままだまだ日本はも、えー、もっともっととお金を増やしていいいかななきゃいけない 局面なんですねでその局面はもう転換したんだと多くの方は思ってますが、うん、決してそうではないと思いますね、うんはい、90年代の構造改革、はい、そしてこの世紀に入ってからの小泉構造改革といろいろありましたけども、うん、あの日本の経済が2つに分断しちゃってると思うんですね。グローバルな海外ところが国内の例えば地方であるとか中小零細企業からサービス産業、はい、そういったところは、うん 一貫しててて所得が下が下ってきてるんですね,ですねだからこの完全に逆方向を向く経済に、うん、国民経済とグローバル経済に、うん、日本経済2つに分かれてしまったというふうに思うんですねじゃあこれどうしたらいいのかということなんですけれどもやはりあの企業が、まあ、あの余剰資金をため込んでると言われて、うん、いろんな数字があるんですがある数字ではですね最新の数字は600兆円ぐらい溜め込んでるって話があって、うん、600兆円って日本の GDP と同じぐらいですからね。でそれ貯め込んでるってのは あの金庫に入れてんじゃなくて M&A とかね買収とかそういうのをやってつまり日本に企業がえこの人を雇って賃金を上げてあるいは設備投資をして日本にお金を回すよりは外国の方が成長するんだ日本は人口が減少していくからとマーケットが縮小していくからという展望を持っちゃってるんですね。だからあのまずここの余剰資金金をを持ってるるところにお金を吐き出させる日本国内に お金を運用させ、させるということはとても大切。そのためにどうしたらいいかと言ったら、やっぱりね、日本経済の将来の展望、うん、人口がいずれ反転していくという少子化対策をきちっとやるとか、うん、あるいは人口が減るんであれば、まあ AI とかブロックチェーンとか、うん、あるいはロボットとか活用して一人当たりの生産性を高めてですね、それで付加価値を上げていくんだとか、うん、いうような、やっぱり道行きをね、きちんと示さなきゃいけないですし、それからまずね、あの、企業がそういった、 いわゆる生産性を上げるってことです、うん、で生産性を上げるための投資をするにはやっぱり企業は売り上げが増えてないとできませんので、はい、その意味で改革改革という前に私はまずあの需要を増やしていくでまだまだ需要十分じゃないんですインフレって言っても物価が需要が多いから上がってるんじゃなくて、はい、どちらかというと海外のエネルギー価格とか、ね、食料が上がってそっちの方で上がってるわけですから、うんはい、まだ需要があの増えて上がってる部分ってそんなにないんですね。まま、はい、まだまだそこまで行ってない でその上でその今言った話が時間がかかるんであれば、うん、国が、ね、もう前面に出て国債をどんどん発行して,してでもです、ね、積極的に財政をあちこちに国民が必要とする分野につ、ね、ぎ込んでいってまずお金を回していくとそしてお金が回って売り上げが増えれば企業も、ね、生産性を上昇させる投資をしようというようになってでそういう日本の未来が見えてくると溜め込んだお金も日本で投資されそして日本人の賃金の引き上げにつながっていくと。 いいいう流れじゃないかなかと思いますねまあ本当に日本の企業でお金をたくさん持っている企業は実際あるのに私たち国民でさえも日本ではなくて外国の株に投をするというのが当たり前になっている現状で企業も日本の未来を展望がもうねよくないから日本ではなくて外国に投資をしてお金を回す全然日本の中にお金がしっかりとこう循環しないような経済を作っているのがやっぱり岸田政権。 さらにどん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 加速していってしまって,るうっている、ね、日本植民地化というのを進めてしまってるなという感じがしますね。まあこれをですね、まあ解決していくためには、まあ我々参政党の訴えている積極財政を推進して、はいうん、MMP ですよね。あ松田学ぶプラン、はい、お金の流れを日本に取り戻そうということだと思いますね。はい。はいはい、なので、まあそのですね、詳しいあの流れであるとか。 あの政策について、えー、次の回で、はい、あの松田先生に詳しくお話をしていただこうと思っておりますのでぜひ次の回もご視聴いただければと思いますそれでは松田先生本日は、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございました